どうも皆さんこんにちは、三浦です。前回はですね、ドラゴンナイトの試練盾をクリアしたので、今回はドラゴンナイトの試練剣ですかね、剣じゃなくて剣、そうだね、サリアソードっていうのは目玉報酬でゲットできるっぽいね。やってみよう。 K 行くぞ。お金も結構貯まってきたんで、一つぐらいだったら新しいジャラをね買えますよ僕は。でもまだ、まあ買う必要ないかな、まだ全然戦えているんで。眼界行動ロストビーフ来たよ。よく来たな。でね、ちょっと男さんが弱すぎたんで、ピーターパンパンにね変えました。最後、今回ボス戦だな。いい武器が眠ってそうな雰囲気があるじゃねえか。いい武器ゲットできるかな。ちょっと待って、これ洞窟の中で雨降ってんのすげえな、どういうことだよこれ。スナックジャンボ宝箱。マジで、ちょっとこれスーパー激レっていうレア、やば、最高レアのやつ出てきたね。現物のおもちゃだったら、あとなんでジャラステの一等のやつだね。やば、スーパーグレートレア出てきちゃった。ちょっと装備したいですね早く。今装備してんのみんなプチレアなのに、いきなりスーパーグレートレア出てきた、やべえな。こんなことあるんだね。っていうかこいつら強えな、ちょっと強えな。リンゴババアっていうの出てくる。リンゴババアってどんなやつだったんだろう、ちょっと顔見てみたかったな。リンゴババア、さあ着いた。ちょっとシャドウジュエルソードセットしてみようか。スーパーグレートレア、これがジャラレベル2に上がってるから、レベル1のこれをちょっと外して、これかスーパーグレートレア、キンキンに輝いている。強さが110ということで、プチレア最低ランクに比べると強さが20高いですね。うん、バスター属性がなんだこれ。まあいいや、ちょっとつけるか。オッケー、ついたのかな。これじゃないでしょ、これでもないでしょ、これできたー、やば。しかし多分ね、ちょっと強すぎて敵ボス一瞬でやっつけてしまうから、あーでも一回ぐらいちょっと使ってみようか。よし次行こう。天狗王、なんか見たことあんな。おいおい、長え鼻だな、うちのピノキオみてえだ。そうか、ピノキオと天狗って親戚なのかなこれ。いけ、あ今ダメージ入ったかな。ちょっともう一回どれぐらいダメージ入るのかちょっと見てみたい。47ぐらい入った今。ちょっと武器変えて、ちょっと普通の剣でいきたいな。ちょっと武器変えることできない、ダメージ入ってない。うわーやばい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 、それやばい、あーほー、あーしばらくこれで戦うしかないのか。ちょっとあんまダメージ入ってないっぽいんだけど、くれ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 、おりゃおりゃ、やっぱちょっと接近して戦いたいよね。うおー、ちょっとそれ避けることできないわ。急にこっち来た、急に、あー蹴られた今。よし来た、ふっふっ、
こっちの方が強くない、なんかシャドウジュエルソードよりも。まあそんなことはないよね、うん、なんかの間違いだ、なんかの間違い。よし、OK、戦うか。さあちょっとこいつ動きが激しいから、おりゃー、なんか来るよ。なるほど、これ触っちゃいけないのか。おいし、 OK、 うわっ、おっとダメだった。ちょっと待っ、おい、ピーターパンパンやばい、回復なんかしようとしてる。うわ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 、ちょっとちょっとちょっと、気絶した。ガードすればよかった。あ、ピーターパンパンもやられちゃったよ。うわ、これちょっと無理ゲー化してんな。せっかくスーパーグレートレアが手に入ったのに。よし、ちょっと待って、ピーターパンパン、ピーターパンパンみんなに無視されてる。こっち向いて、よし、いいぞいいぞいいぞ、 OK。 じゃあね、ちょっとこっから真面目に戦うわ。よっしゃ、ピーターパンパンちょっとまずいね、ちょっと体力が、またやられそうだなあいつ。ちょっと動きが激しいか、ガード、避けて、よっしゃー、いいぞ。ガードダメか、うーわー、ガードでもダメか。あれガードしてたんだけど今一発でやられた。よっしゃ、復活、うりゃー、届いてない。まずいまずいまずい、よっしゃ、避けた。うりゃー、届いてないんだな、微妙に。あ、これちょっとまずいやつじゃない。よし、避けて、口寄せの術やってる、ナルトみたい。ナルト久しぶりだな、ナルト。なんか呼んだのか、ああ、ザコが来てるね。リンゴババア来てんじゃん。リンゴババア来てるね。やばい、一番やられちゃいけないやつが。ちょっと、カムバック、リンゴババアが近くにいる。リンゴババア地味に今だ、結構ダメージ入ったな。この野郎、よし、オッケー、レベル上がったぜ。ちょ、そろそろ武器変えたいんだけどな。あー、ピーターパンパン、まずい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 、まずい、え、それいけないじゃん、ちょっと邪魔されてる。よし、いった、オッケー、罠使おう、オッケー、うん、まだピーターパンパン復活してない。やばいやばい、奥義来る、まずい、ちょっと復活して、ケアちゃん、あぶねえ、あー、よくやられなかった今、結構直撃っぽかったけど。いや、ちょっとピーターパンパン、またまずい、回復、なんか敵強すぎない、なんか避けて、よし、そろそろレベル上げとかしていかないと結構厳しいかもね。よいしょー、よし、半分以下にしたぞ、うん、あー、くそ、ふっ、攻撃力高いんだけどね、ちょっとアックス系は振りが結構遅いから避けられちゃうんだよな。よっしゃ、いや、お、いや、怒ってる、本気モードだ。はい、よっしゃ、
ちょっとアイテム使うか。全ステータスがチューアップ。あ、ピノキオまずい。回復。ふぅー、避けねー。よし、いいぞ。まずい。はっ、あ、これちょっと下がった方がいい。あー、やべえ、さ、触りそうになった。ビリビリ。うわうわうわ、ちょっと待って、ちょっと待って。よく避けてるな今。ちょっと待って待って待って。うわ、また奥義来るよ。さすがにこれだけ離れてれば。あー、危なかった。うりゃー、うわ、ちょっとここ突っ込めないな。ちょっとコンピューターがなんかあのビビリ突っ込んで結構ダメージ受けちゃった。うわ、来る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 、こっち来る、絶対こっち来る、絶対こっち来るって。あー、シルフィーやられた。ちょっとシルフィー、あ、まずいまずいまずい。シルフィーは一番やられちゃいけない。まずいな、ちょっと回復して。うわー、直撃来る。ちょっと、うわー、まずい、シルフィーやられる。うわー、ダメだ、シルフィーやられた。あともうちょいなんだけどな。うわー、ピーターパンパンもやられた。ピーターパンパンやられた。ピノキオがね結構硬いんですよね。なんか自分で回復できるっぽくて。おっと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 、この野郎。いいぞ。ああ、やばい、回復したい。ああ、ちょっとピーターパンパンもみんなやばい。ほら、ちょっと距離取って。ふっ、ああ、ダメだ、避けられた。口寄せの術。うわー、もうザコ来た。ピンチだ、お供がピンチだ。ちょっとザコをやっつけた方がいいかな。うわー、ゴーレム。いやー、ちょっと今まずかった。誰やれたんだ。うわー、ちょっと待てよ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 。今よく避けたな俺。あー、そこにいられると助けに行けない。もうダメだ、みんなやられちまった。ただカルボナーラはあのゲストなんで、やられても自分で勝手に復活できる。うーわ、マジかよ。やられた。うーわ、マジかよ。結構いい感じで戦ってたけどね。シルフィーがやられたのが一番痛いわ。あ、でもこれは、あ？シャドウジュエルセオードはゲットしたことになってんのかな、これ。ちょっと確認したいよね。クエスト失敗したから、シャドウジュエルソード、ゲットしてないことになって、出なかった。よかったよかった。レベル34で結構高かったんだけどな。ちょっとレベル上げよう。経験値玉みたいなやつが、これかな。うん、経験値を少しもらえるラッキースター、ぐんぐんスタースモールなんで、まあ中経験値玉ぐらいのやつですかね、これ。あ、厳しい、レベル上がんなかった。ぐんぐんスターミディアムあるね。お、レベル上がったぜ。正直レベルが1段階上がったぐらいでどうにもなんないと思うけど。これは17個、これはスモールスモールだから一番ちっちゃいやつだね。あともう1段階ぐらい。さあ今回はちょっとデパートに来ました。なんか買っていこうかな。
スーパーグレートレア。やっぱアックス系は結構攻撃力が高いんだね。グレートレアだけど、これスーパーグレートレアのシャドウジュエルソードと強さが全く同じということで攻撃力高いね。これちょっと買っていこうかな。基本的にはアックス系で頑張ってきてるからこれ買おう。で、これチャイナコラボアックスね、結構使えていたんだけど、これをちょっと、あ、正直弓矢結構微妙だったんで、アックス系2本っていうのもいいな。これがいいね。うん、よし、いいぞ。これで戦っていきますか。はい、今回はねちょっと負けてしまったんですけど、まあ結構いい感じに戦っていたんでね、まあ今回はこれでおしまいにしたいなと思います。次回はあいつなんて言うんだっけ、天狗みたいなやつやっつけていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。